サムラジクのことです。今日はですね、今久慈浜海岸に来てます。今日はちょっと波がないですかね。よっ、こんな感じですね。まあ、天気は非常にいいですね。ちょっと雲ありますけどね。こんな感じです。はい、今日はですね、基本的に完全オフと、ね、いう日になってますね。したがって、予習研究以外はね、特に、用事がないと、ね、いう状況ですね。はい、したがってですね、今日はちょっとずっとね、経営戦略を、練ろうと、ね、いうふうに思いましてね、こちらの本を読んでます。最新200事例から成功の秘訣を学ぶ、ユーストリームビジネス応用ハンドブックと、ね、いうですね、こちらの本ですね、これを今読みながら、スケッチブックにね、ラフにですね、戦略をちょっと立ててる最中であります。そうですね、ソーシャルストリーム、ソーシャルメディアですよね、ツイッター、ブログ、フェイスブック、いろいろありますけどね、そちらの中で、一番ね、ちょっと活用方法がいまいちわからん、のユーストリームなんですね。YouTube はね、もう大体分かってきたんですけどね、どうしてもユーストリームのね、活用の方法というのはなかなか分かんなくてですね、ちょっと模索してる、段階でありますね。はい、しかしですね、このユーストリーム、僕もね、何番組か作りまして、すでに、実行はね、してるんですけど、ちょっと最近はね、全然やってないんですけどね、とりあえず100回ぐらいやったんですかね、100回ぐらい、やりましてね、で大体のね、どういった番組がいいのかなっていうのは少しは見えたんですけどね、でもこうなんかいまいちこうカチッとね、なかなか来ないと、ね、いう状況なんですね。はい、でそこでですね、どんな感じでね、ちょっと活用していけば非常にね、有効なメディアになるのかなというのをね、ちょっと今研究してる段階なんですね。はい、でちょっとね、最近なかなかまとまった時間が、経営戦略に対するね、まとまった時間が取れなかったもんですからね、今日ね、ちょっとじっくりと、ユーストリーム一本に絞ってですね、今日はちょっとじっくりとね、考えていこうと、ね、いう時間にしておりますね。ユーストリーム、アップするとですね、これは簿記ユーストリームってね、Google 等で検索するとね、僕がほとんど、ページ出てくるんですけどね、だから、SEO 対策になるってことは分かりました。ユーストリームはね、SEO 対策になるってのはよく分かったんですけど、無料の SEO 対策ですね、これは YouTube と変わりませんね、分かったんですけどね、じゃあどういったね、こう番組を、作っていったら、アクセス数が増えるのかと、ね、いうのはですね、こうちょっといまいちよく分かんなくてね、簿記のね、検定試験の回答速報会なんかはね、一番多かったんですけどね、でもね、いまいち、ちょっとよく分かんなかったと、いうところがありましてね、だからちょっとね、悩んでる最中ではあるんですけどね、でもこのユーストリームをですね、うまく活用できたらですね、まさに自分がテレビ番組を作ってるというのと全く変わりませんので、ほとんど。したがってこれすごい、メディアになるなと、ね、いうのは本当に感じてるんですね。ブログとか YouTube とかもありますけど、一番ね、こう可能性があるのは僕はユーストリームだと、思っております、ね。これが2年後3年後、ユーストリームをですね、こううまく、使った人が自分のブランディングをちょっと作ってとですね、USB ですね、になって本当に、ね、地位を築けるんじゃないかなと、ね、いう、なんかそんな予感がするんですよね、ユーストリームね。だから、これは僕の、ね、勝手な考えですけどね、例えば島田紳助さんが引退しましたね、でも、例えば島田紳助番組みたいなね、自分で番組作っちゃって、ユーストリーム作っちゃってやればですね、これ絶対視聴者ブワーッと増えるんで、その中から芸能人個人で、スポンサーを集めるみたいな
ですね、そういった感じの、番組今時代みたいなのが来るような気がしてしょうがないんですよね、うん、だから今まではこうねテレビ CM の、スポンサーのちょっと悪口言ったらあかんとかですね、まあ、それに関するね、ちょっと悪いコメントしたらあかんとかですね、まあ、番組を下ろされるとかですね、まあ、そういったですね、まあ、いろんな、なんですか、まあ、大人の事情みたいなですね、そういったものがいっぱいありましたけどね、まあ、そういうのは要するになくなると、ね、個人がスポンサーを集めるわけですからね、だから視聴者はその個人を見たくて、ユーストリームにアクセスするわけですからね、うん、そうなってくると、やっぱりですね、もうスポンサーね、こういう番組俺が作るんだけど、ね、これでスポンサー、つきたかったらどうぞみたいな、ね、感じのスタイルでですね、まあ、いわゆる殿様営業で、やりましたら、ね、スポンサーの意向をね、別に聞く必要が基本的にないわけですからね、うん、あの俺の番組にでね、まずかったらスポンサー降りてもらってもいいよみたいな感じのレベルのですね、番組を作れればですね、うん、これは本当にね、もう自由自在にですね、まあ、人を傷つけることさえしなければですね、もうどんな番組を作ってもいいんじゃないかと、ね、PTA がうんとんかんでうるせえっていうね、そういったものもなくなりますからね、昔ありましたよね、お笑い番組でね、子供にこう見したくないテレビ番組みたいな感じでね、うん、大きなお世話ですね、あのね、うん、見なければいいだけですからね、うん、っていうね、まあ、そういったのも、まあ、なくなるだろうしね、うん、ということで、ね、本当にユーストリームね、これはもう一番可能性があるんちゃうかなと、ね、いうふうに、まあ、僕自身は感じてるんですね、これを本気で、また活用してですね、うん、地位をですね、サムライ流スパイラルツリー簿記学習法というですね、地位を築いていきたいというふうに考えております。はい、では以上です。